おはようございます。おはようございます。明峰科学の田中と申します。今日はですね、サンクチュアリさんの第3ポンドに来てエリアトラウトを楽しみたいと思います。まあ、最適な新商品もちょっとご用意してきましたので、まあ後で詳しくご紹介できればなと思います。いろいろちょっとエリアトラウトのことを教えていただければ。はい。じゃあスプーンをちょっとやってみましょう。はい。はい。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。よし。来ました。おお、来た。一匹目。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる。世界はつながっていること。地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。Xブレイド。釣り人の休日を応援するエサ吉。最初に投げるルアーを 1.5 グラム前後ぐらいで投げていきたいと思います、はい、泳ぐ速度と角度が重要で、でどの角度ぐらいまで来たらこうゆら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 泳ぐか。来ました。来た。早速言ってたぐらいの巻きの速さでやったら来ました。釣れましたね。あ、外れた。大事な一匹を。大事な一匹、最初の一匹をもう 2,3 頭投げて振り向く魚がいなかったらもうローテーションです。1個のルアーでいろんな釣り方ができるんですね。そうなんです、そうなんです。あ、外れた。若干こうテンション抜かずにこう下げてあげたり。来ました。一匹目。そこに落としてから。はい。はい。ちゃんとネットインしたいですね。ネットインしてね、そこなんですよ。さあ、針を変えた。さあ、一投目ですよ。これで答えが分かるっていうやつですね。どうぞ。はい。来ました来ました。ダブルヒット。ちゃんと乗りましたよ。来ました来ました。大事にいきましょう。バレった。いやでもエリアトラウトのなんか洗礼を受けてますね、この釣れる釣れへんの差を。とりあえず竿は寝かして早めに巻く、ね、おー来た。おー来た。ヒット。あ、え、あ、ついてるついてる。おお、すごい当たりました。お、元気やったぞ。さあ、よいしょ。やった来た。よしよし来ました。よしやりました。やっと1匹目。はい、やりました。お、来た。田中さんヒット。あ、ついてる。危ない。あ、セーフ。来ました。レンチャンです。お、ちょっとサイズがいいぞこれ。頼むぞ。でかい。ちょっとだけ大きいぞ。よし、今や。はいよ。おー、来ました。美味しそうな。
スタートです。さあ、マキアンプ釣るぞ。みんなすごいな。ヒット。おお、一匹目。はい、二匹目だ。はい、二匹目。お、来た。うわ、すごい団子になってる。お、いいやん、いいやん。よいしょ。二のをやってみたいってことで、くるっと巻いて1、2、くる1、2って言うと同じギザギザがこうできてくるんで。おお、初ミノーです。おお、来た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 。ミノーでダブルです。やりました、やりました、ダブルヒットです。はい、今日はあの私も初めて見させていただいたんですけど、あのパカッと開いたらですね、この状態からこう見させてもらってピッチがうまく揃ってて、はい、取り外しもできたりして で仕切りがクリアなんで、ものすごく見やすいなと思うんですけどね。エリアトラウトの方にあのぜひとも使っていただきたい、アイテムを、まあ、今回ちょっと新製品として、発売することになりました。はい、一応これ、はい、製品がフリーボードケース、この大きさサイズ 3010A っていう品番になります。はい、サイズに合わせてあの位置が変えられるようで、そうです、ものすごくこれあの使いやすいと思います。私もこれ使いたいなと思うんですけど。 ありがとうございます。あと位置を変えるのも、はい、このバーをつまみ上げていただく、こう、はい、パチッとワンタッチで取れるんですね。ワンタッチで取れます。かもしくはケースのこの縁の部分をちょっと沿わしてもらう、そうするとポロッと、はい、簡単に外れるので、あとはこのケースの側面ですね、溝がたくさん、そうです、溝が掘ってあるので、はい、その溝とこのボードのチョボを合わせて、はい、パチッとはめる。そう、これでまっすぐね整うんで綺麗に収まります。はい、ものすごく多分これものすごいいいと思う。ありがとうございます。はい、もう刺さったり抜けやすくなってきたら、ね、はい、あの違う取り替えのものももちろん取り替えボードっていうのを、各サイズ用意してますので。もありますよ。はい、こちらも一緒に発売ですね。他にもジグヘッドとかも入りやすい、そうですね、感じなんですね。一応まあこの製品名がフリーボードケースの、まあ、3010A で 1010A っていうので、はい、最後の頭文字に英語の A が入ってるんですけど、それがまあ一応エリアトラウトとアジングとかっていう意味合いでちょっとつけてまして、でまあ、今回今エリアトラウト用で見てもらったんですけど、はい、アジング用だとこんな感じで、またこんなになるんですよ。で色が、はい、今お持ちのがブラック、はい、で私が今持ってるのが、ディープグリーンで、真ん中にあるのがディープブラウン、この3色ですね。もう何を入れたか分かるような感じで、そうです、色が違うんで、メーカーさんで分けていただいたりお使いのもので分けていただけるので、これはサンクにもあの入ってると思うので、いつ頃出るんでしょうか。一応6月の中旬ぐらい発売を予定してます。じゃあその頃にはサンクにもありますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ずっと一定に来れるスピードだけ覚えてもらって、もうその角度から動いたらダメです。おー、来たー。はい、おお、セーフ。はい、それでは、ここからですね、はい、違う魚種が釣れたらなと思って、ね、まあ、入ってるのがブルックと、アルビノと見えてるのがアルビノがいるので、それを狙って釣ってみたいと思います。どっちか釣りたいです。はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。あとはもうそこの方にブルックがいるんで、あとはそうですね、はい、僕の仕事ですね。狙って
釣ってみてもらうと、はい、頑張ります。いいと思うんですが、頑張ります。お、ブルクブルクブルク。よし、つくぞ。うわー、来た来た来た。あー、来たー、ブルクや。いやお、あー違う。お、違う違う、君じゃない。そう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 、これですか。あ、これ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 、ブルクブルクブルク。思ってもないとこから来たか。いやいや、来た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 。飛ぶよ、俺救うわ。うわー、来た来た。やった、はい、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。ブルクが来ました。やったー、きれいきれい。おー、きれい。違う、これメスっぽいな。違う答えですね、うん、違う答えね。狙い撃ちや。やったやったやった、バッチリバッチリ。よしよし。疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろ一から教えていただいてありがとうございます。いえいえ、飲み込みが早かったので。いえいえ、とんでもないです。おかげさまでいろんな、まあ、魚種とたくさん魚釣れてよかったです。そうですね、よかったですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにそのうちの新しいトラウトのケースなんですけども、はい、どうでしたか。もう使いやすい、もう使いやすいのがもう 目に見えて分かりやすく、はい、で、取り替えも早い、うん、そんなものすごい力がいるとかではないので、使いやすいものだなと思って、サンクにもまた置いてありますので、ぜひ使ってみてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー。海上釣り堀さだまるでは、おいしい魚を食べてもらうため自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。サラマル最高。